モニカ・プイグ・マルちゃんは、プエルトリコサンフアン出身の女子プロテニス選手。2016年リオデジャネイロオリンピックで女子シングルスの金メダルを獲得した選手である。これまでに WTA ツアーでシングルス2勝を挙げている。身長170センチメートル、体重64キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ランキング最高位は、 シングルス27位、ダブルス210位。6歳からテニスを始める。2010年にプロに転校。四大大会では2013年全仏オープンで初出場した。1回戦で第11シードのナディアペトロワを3から6、7から5、6から4で破り3回戦まで進出した。続くインブルドンでも1回戦で第5シードのサラエラニオ6から3。 6から2で破り4回戦まで進出した。4回戦では、スローン・スティーブンスに6から4、5から7、1から6で破れた。2014年5月のストラスブール国際で、初めてのツアー決勝に進出した。決勝で、シルビア・ソレル・エスピノサを6、4、6、3で破り初優勝を果たした。2016年8月のリオゴリンで初めて、オリンピックに出場した。 シングルス3回戦では、第3シードのガルビネムグルサ、準決勝では、ペトラクビトバを破って、ノーシードから決勝に進出した。決勝では、第2シードのアンゲリク・ケルバーを6-4、4-6、6-1で破って優勝し、オリンピックでのプエルトリコ史上初の金メダルを獲得した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。